い、ではですね、続いてどんなカテゴリーが来るんでしょうか。得票数が多かったトップ3はこちらです。どうぞ。ここに器がある。私が普段 SL と呼んでいるものだ。しかしこの SL は不完全。最初のちょっと分かりにくかったけど、連想してると鳥が飛んできて、ここに、どこにいたんですか。どこにいたんですか。肩のところにピョッて並びだけ見たら猫2匹とオスさんの人も全然ジャンルが違うなと思って。そうですよね、鳥がいたんですね。これはカテゴリー動物という中に投稿された。そうです、ここにピトッと止まったわけですけれども、投票数が高かったのは、演奏中に小鳥が飛んできてそのまま聞き惚れてしまう、餌入れに何もないと訴えかける猫の赤じこみを演じてみた、そして登って甘えたい子猫の3本でした。まあ、どれも可愛くて素敵だったわけですけれども、かわいいな、子猫かわいい、おっさんもかわいいな、おっさんとか言ってる人もいらっしゃいますけどね。鳥でしょ。皆さんどれが良かったと思われますでしょうか。真ん中一択、真ん中かな。お、真ん中、やっぱその AV だね、猫かわいい、餌の探してる猫がね、あれちょっとフルでちょっとぜひ見てみたいっていう部分も、なんかそうですよね、あの猫が言いたいことをその撮りながら言ってるんですよね、そのコメントをしてるんですよね。そうです、赤字のコメントがついたやつを、それがすごい合ってましたよね。そうですよね、ちょっとね、じゃあどれが MVD になるので、ナオの方が可愛いってずっとちょこちょこ言ってくれてるんで、はい、一応お礼を言っとかないと。足でキーボードつながる、動物の部類に入れられてる。あ、動物の部類に入れられてる、はい、そういうことか、はいね、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、行きましょう。はい、生放送だったわ。生放送でした。さあ、MVD に選ばれたのはこちらの作品です。どうぞ。ここに器がある。私が普段 SL と呼んでいるものだ。しかしこの SL は不完全である。現状この SL のレッソンデータは満たされておらず、ただの銀発色の抗体でしかない。わかるかね。うん、もう少し説明が必要かね。つまり本の入っていない本棚は樽の棚であり、人の住んでいない家は穴の開いただけのコンクリートの塊だ。わかるね。ではこの銀発色の抗体はなぜ不完全か。見ての通り、この器には何も入っていない。そうだね。さて、では何が足りないのか分かるだろう。ちょっと怖かったですね。怖いのね。分かるだろうって言うとホラーみたいな感じになりましたね。ちょっと怖いよ、ね、というわけでですね、動物カテゴリーの MVD に輝いたのはハグアットゲーム社会科の3の作品です。餌入れに何もないと訴えかける猫の赤じこめを演じてみたでした。ちなみにこの作品のうっぷ主さんはですね、アメリカ人ということから英語版を作ってほしいとのリクエストがありまして、ちゃんと吹き替えバージョンも作ってくれているそうです。普段はゲームの実況投稿しているそうなので、なるほど、アメリカ人なのに猫のことはうまいですね。ねえ、日本語も猫のこと3カ国語、日本語がうまいじゃん。日本語出ました。てっちゃんがてっちゃん、はい、そうですね、ちょっと照れてます。日本語がうまいということで、にゃん過酷語なんです。これ餌入れ何個あるんですかね。餌入れいっぱいありますよね。数ありますよ ね。猫ちゃんをいっぱい飼ってる家庭なのかもしれないですよね。いっぱい多分そうでしょうね。ね、水と
餌とっていう感じかもしれないですよね。そこがビデオカウボーイさん気になる。数はあのすごく気になるタイプなんです。ああそうなんですね。はい。数うるさいですね。数うるさいです。数いいですね。使いありますね。ありますね。そんな猫飼ってらっしゃるんでしょうね。ねえ、大輔ハンさんはどうでしたか？そうですね。僕も昔猫を飼っていたんですよ。昔。だからその当時のことも思い出しながら、でもこれちょっと猫どう見てもものすごい腹減ってるでしょ絶対これね。かわいそうだ、早く上げてあげてほしいですよね。早く上げてあげてっていう感じもしますね。絶妙な吹き替えの感じが、ね、だから英語バージョンもあるってさっきね、はい、おっしゃったんでそっちちょっと見てみたいですね。これでも世界共通な動画ですからね、ぜひともいろんな方に見てみてほしいですけれども、ハルキャンさんはどうでしたか？はい、私普通に犬を飼ってるんですけども、はい、猫ちゃんも可愛いなって思いました。ハルキャンかわいいね。猫に生まれてくれなかった。残念ね。残念だったね。鉄拳さんはどうでしたか？はい、僕も猫飼ってるんですよ。はい。はい、猫ってすごい階段とか登るじゃないですか。はい、そういう時とかずこけるんですよたまに。ずこける時に僕は目線が合うと別にずこけてないよって表情するんですよ。来る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 。これタイミング来るよ。こんな千と千尋の神隠しは隠れてない。白がこんなんだ。ネタバレしてる。お父さん帰ろうよ、お父さん帰ろうよって。クレネの豚だった。いった。しかも2ついった。いきましたね。あといくつあります？結構あと7個、あと7個ですね。そうですね、結構。じゃあ小出しにしときます。わかりました。よろしくお願いします。これは良いっていうのが入ってますね。気になるわ。いいですね。宇野さんはどうでしたか？いや、可愛かったですね。はい、どっちがですか？ハルキャンの方見てください。もしかして目線がこっち行ってますよ。ハルキャン後ろ後ろ、危ない。可愛いってことにこう差別はないってことですよね。だから結構本当動画撮った人って猫のことすごい好きだと思うんですよ。はい、すごい可愛いと思ってる。それがカメラの視線に現れてる。うん、だから視線っていうのはね、すごく一方的なものですよ。一方的に人を指すものです。対象を指すものです。でもそれはもしかしたら対象物にとっては迷惑なことかもしれない。しかしそこに愛があるってことだと僕は思います。どう考えても口説き文句ですよね、これ。警察呼んでもらっていいですか？そうですね。関係なくなってません。大丈夫です、はい、大丈夫です。喋るとね、すごい真面目なんですけれどもね。はい、続いてどんなカテゴリーでしょうか？発表数が多かった3本はこちらです。どうぞ。